吉田さんお疲れ様です闇金ドックス5ですよねあれはあのー、まさに実話なんですよ闇金ドックスって1話1話が実際にあった出来事とかお金の吸ったもんだをドラマにしてしかもねすごくね、あのー、ディテールまで細かく再現してるんですよ、うん、だから社会問題呼びかけるみたいなところがあって私は思うんですけども世の中にはねあのお金一生かかっても使い切れないぐらいお金が余ってる人がいて 持て余してるんですよね、お金を。もちろんそういう人はお金を稼ぐのは上手だったのかもしれませんよ。でもやっぱりね、人には得手不得てがあって、どんなに頑張っても、お金稼ぎのレースから漏れる人って必ずいるんですよ。どんなことでもそうですけども、じゃあ、まあ部活でもそうですけど、全員がレギュラーになれるかって言ったら、そこではね、レギュラーになれない、レギュラーになれる要素がない人が入部することもあるんですよ。でも部活っていうのは、 まあいろんな楽しみ方があるから、レギュラーになれなくても、一回も試合に出れなくても、3年間務めることができて、それを学校ってのは温かくね、3年間無遅刻無劇団みたいなね、いろんな理屈をつけて、いいことっていうふうにするんですよね。で、その他にも、会社のレースでも、潰れていく会社は絶対数必ず存在して、じゃあ、消費者が100人いましたと。で、サプライする会社が2社ありました。 供給能力はそれぞれ八十ずつですって言ったら。まあ両方とも共存共栄する例はありますけども、結局パワーバランスですよね。どっちかが優れていけば、どっちかいらなくなるんで、顧客に選ばれなくなるんですよね。あの、やっぱり商売してて思うのは、あの。自分の実力とは関係なく、淘汰される部分が必ずあるってことなんですよ。ね、やっぱりこう、今回もこの三年間ね、飲食店、宿泊、観光業者ってあるじゃないですか。ずっとやりくりしてたのに。 コロナショックっていうのがあった時点で内部留保がなかったもう全てをお客様とかそれから従業員に振り向けていたいわゆるそれまでは善良な会社と言われていた内部留保のない会社が資金繰り攻撃ついて自分たちの経営責任じゃないのにやられるみたいなねそれでいて生き残ったところはどんな状況でも生き残っていかなくちゃいけないんですみたいなことを言ってねまさに正論なんでもう言い返すこともできずにもう自己責任論でそうやって淘汰されていくんですよね まあで『ヤミ金ドックス』の5の主人公の方も実際に京都にいたあのお母さんとそれから息子さんの話なんですけども50代にしてね一生懸命会社を勤め上げていて何の悪いこともしてないし遊び放棄でいたわけででもないんですよでそれこそ自分なりにできることを一生懸命勉強していった結果他に優れた人がいてそれに負けたっていうところもあると思いますしまあ偶然ねお母さんの介護が必要になってきてで。 介護もも行政も役に立たたなかったしそれから周りの人の人間関係もうまく築けなくってってところがあってそれを全部自己責任といえばその通りなんだけどもでもこの日本でね自己責任じゃなくても、まあ、ババを引く人って必ずいるんですよでそこまで自分で何とかしろって言ったらじゃあ何のための地域なのかなとか何のための税金なのかな何のための行政なのかな何のための国なんだとかね助け合いっ,て言ったの言葉だけなのかってことになっちゃうわけですよね。まあでも ビジネスで勝ち続けていて、いなんか今ね、あのー、そんなに困った暮らしを送ってないとみんなできるよっていうふうな理屈になっちゃうんですよそれは実際にみんなはできてないのにやらないからできないんだっていうふうな気持ちになっちゃってねでもやらないからできないのは確かなんだけどもじゃあなんでやれないのかっていうところはあるわけですよ、うん、今サラリーマン勤めしてる方ね確かにサラリーマンが嫌でネットビジネス世界に飛び込んだんだけども でもサラリーマンとしての暮らしも当面は維持しないといけない。その中で限られた時間で何かビジネスをやろうと思っても逆に暇な人の方が勝っちゃうわけですよね。ニートですって言った人がじゃあこれから今日からねビジネスの勉強します投資の勉強しますって言ったら真面目に月収20万30万稼いでる人よりも進化の速度早くなっちゃうわけですよ。だからねコツコツ真面目にやったことが裏面出るってことが結構あって、まあ、そこが人生の皮肉でね。かといっていきなり じゃあ全時間をビジネスにぶち込むっていうのもリスクが高いからやめた方がいいですよっていうふうに私たちもやっぱり言うわけですよねだからそれ一人一人の正解って本当なんか全然保証ができないしないわけなんですよで言ってみればあのまあ私とかもそうですけどもビジネスで失敗した人のね苦しい人生ってのを別に共有するわけじゃないんですよ残念でしたねで終わっちゃうんで そこがね取り合ってはやらないんですけどもだけどもなんかそういうところはさすがにねあの第三者じゃなくってこの国っていうものがね守ってあげたいなと思いますよねそれこそ生活保護なんてのは10万前後しか出ないど,れどうやって暮らしていけっていうんだと思いますよ私はいや10万円で生きていけばいいんですかと思いますよこの豊かと言われる日本でね そそれこそどんな人も、うん、生きてるだけで価値があってね私はちょっとこういうのはね本当に思うんですけどもあのヤマキインドックス5の話に戻すとあの人たちはお金があれば死なずに済んだわけですよお金がないから死んだんですよということはこの世の中はお金がある人が命を得てお金がない人から順番に死ぬっていうとんでもない優勢思想のねあの社会になっちゃったわけなんですよねいやここは違うだろうと思いますね 自分がそこまで追い詰められてないから余計思うんだけども、でもこうやって私もねあの、はっきり言って自分の家族を守ることが精一杯ですよ。それこそ笑ってられる余裕はない。だけども、確実に今日も、金がないから支払えずに、金がないから追い詰められて、金がないから10代から30代までの若者の死亡のナンバーワンの原因、それは自殺ですよ。あちなみにあの、京都のね、闇金ドックス5のモデルになった男性なんですけども、あの 結局執行猶予判決を受けて恩情判決と言われてましたけどもねあのこれからお母さんの分まで生きてくださいっていうふうな最後論文だったわけですよ判決文だったんですよねであの会場の人がね刑務官ですらもう涙を流しながらその会場は本当静まり返ったみたいなことがあって同時に思うんですけどもいやこんなことが起きてもこの人たちを救う手段がないのかってことなんですよ 国というね、予算が今120兆円とかっていうものを使って特別会計なんて360兆円ぐらいあってもう金が溢れて溢れてしょうがないわけですよで。今回のコロナ禍でもなんか11兆円ぐらいが何に使われたかわかんないですみたいなことを報告書が上がっていて調査もしてないわけですよで。11兆円がどこに行ったかわかんないわけですよ。そんな丼会計をやっといてね。<laughs> で片方では 今日の100円がなななくって命を絶たないまでならない人しかも自分の母親を手にかけないといけないようなそんな悲劇があったわけですよ。で先日も同じようなニュースがありましたよ。私も動画にしましたけどもあのお母さんの介護が十分できずにそのまんま大阪のど真ん中でね大阪府のど真ん中でお母さん投資してるわけですよ。で息子さんはすごく後悔していたんだけどもでも自分にもどうすることができなかったってね。 もう国や行政ななんて倒るところがなかったっから、ね、大阪なんていう大都市であれだけ880万人も人がいて誰一人頼りにならなかったってうどういう都市だよと思いましたねそれがきらびやかな近代都市なのかなと思っちゃいますけども実際は人っていうのはなんかこう心根はねあったかいはずなんですけどねでもならなぜ介護自殺がなくならないのかなとかねヤングケアラーって言葉が生まれちゃったのかなとか。 介護だけじゃなくて生活保護費が何でずっと削減され続けてるのかなとかねそれでいて働きもしないで歳費で暮らしてる人がいるわけですよ、うんまあ、政治家って言われる人は別に働いてるわけじゃないですからねなんかどっかで喋ってるだけですからね畑を耕すこともないし工業精神を組み上げるわけでもないし何かねトラックで物流を起こしてるわけでもないし世の中の生産に何ら寄与してないわけですよ 本当にこういう風なね、やめきドックスの世界ですよね。まあ、話せばきりがないんですよ、こういうの、うん。だから私は思うんですよ。まずは俺が稼いでやるぜって。そして稼ぐ方法が分かったら、なるべく一人でも多くの人に広めていくっていうね。で、ちなみに、昨日私がね、動画を上げた、Y モバイルで2万円稼ぐ方法ってあるんですよ。これ Y モバイルに行って、新規契約でも乗り換え契約でもいいから、 ワイイモバイルの、ね、改善契約すするんですよねそうすると翌週には2万円入金されてるんですよキャンペーンででこういうやつって大体半年間使ってくださいとかなんか短期間で解約したら違約金がありますとか言うんですけどこれないんですよあの次の週に2万円のキャンペーンの代金が振り込まれたらもう解約してもいいんですよ解約の違約金ないんですよ何のペナルティもないんですよこれ2万円稼げるわけですよねで昨日小野沢さんのライブ放送があったんでそこに参加してそれを言ったら あのそういいいったスマホとかに詳しい人がやっぱいてねでその方も言ってましたけども、うん、まああんまり 10, 回10契約20契約するとさすがにブラックして受けるんで2回戦ぐらいまでしといたらどうですかみたいな感じで結局4万円誰でも稼ぐ方法ってまとまったんですよで今ね昨日ライブ放送参加した方60人ぐらいいたみたいですけども行ってると思いますよでも行かない人もいるんですよこれ苦手とか得意とか不,不得意とかってありますかねここういうい誰でもででもきることですら やらないい精神力の人もいるんですよや,ら、ね、やれない状況の方もねそう考えたらもうなんかね確かにみんな稼げるのは私も思うんですよ吉田さん正論なんですよでもこの正論ですら通用しない人がいてそういう人たちがどんどんね追い詰められていって、うんまあ、生命の危機にさらされるみたいなそんなこともあるんですよねうん何が言いたいのか私も分かんなくなりましたけどもはっきり言ってね稼げと。 稼げないやつはおごっても,らえともうほんとにねあの食べるものもないぐらい餓死しそうですって人う人をあの「すいません弁当おごってください」って見ず知らずの人が言ってもこれおごってくれますよそのぐらいは。いやほんと知らない人にね「もうお金なくて全然きついんですよ」って「1,000円でももらえませんか?」ってったら多分もらえるんですよ。これはねハワイで石を売った私だからこそ思いますよ。もうなんか 何もあげられないけどもお金だけくださいって言っても人はねそりゃ100円ぐらいくれますからねその辺の人行ってみたらちょっと私も試したことはありませんけどもそんな気がしますけどもね、うん、だから本当に命の危険が生じたんだったら死ぬよりはいいだろうと思うんですよちょっと頑張ってね水下津の人に「ちょっとすいません」みたいな声かけるのそういう意味で言うと山口会長すごいでしょ ああ、財布がなくなった。財布落としてしまった。財布取られてしまった。ああ、広島まで、岡山まで帰らないけん。2万貸してくれ。2万、二万貸してくれって。緑の窓口に集まってる人に2万くれって言ったら、だいたいそこの財布の中にある金額5万から10万くらいですから。そのぐらい出してくれますからね。いや、私はちょっとやる勇気はないですよ、そこまで。犯罪には当たらないと思いますけども。あんまりしつこくやらない限りね。うん、だからね、とりあえず自分の懐にお金を、 移動させようと思ったら何ら何かの方法があるんでしょうねだから私が思うのは今回の動画ね無理やりまとめるとすると儲かる方法のその動画を見ると儲かることが簡単に思えてくるからまずはそうやって自分を思い込ませることって大事なんじゃないですかお金を稼ぐのはね大変だとかねお金を稼ぐのは尊い確かにそういう側面もあるけどもいいや簡単に稼げるるところあるよみたいな、ね、それこそ竹やぶに3,000万落ちてたとか最近でもねなんか焼却料に1,000万落ちたわけでしょ。 そんな事件ありましたよなんか一千万落ちていたで検索してみてください私も検索してないけどもなんか一千万があったらしいですよすごい世の中ですよね、うん、まあ一千万とは言わないけども私もね頼まる日はね五千円ぐらいあげたことありますからねどうぞっつって、うん、だから金持ってそうな人になんかお願いしたらなんとかなるんじゃないですか少なくとも稼ぎ方の一つや二つ教えてくれるんでそこから這い上がる道もあるんではないかろうかということで今回の動画は以上です